はい、どうも JB です。本日もプロスピースやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスピースをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日なんですが、 OB 第5弾が新登場いたしました。こちら新しいガチャというか、本日のメンテナンス明けの更新でガチャとして来ました。やっと OB 第5弾来た感じですね。例年こんなに遅くなることは第5弾はなかったかなと思っています。で、この後選手を見ていくんですが、まずは更新の内容を見ていきましょう。OB 第5弾のガチャが来てまして、でさらにイベント、S ランク OB 契約書括弧第5弾がもらえるプロスピ応援団が来ております。こちら本日の動画のメインとしてはこちらのイベントの説明をしていこうかなと思っております。またこのイベントでの、エールボーナス付きとしまして、ガチャから排出される選手にイベントで役に立つボーナスがついている選手が出てくるといったような感じになってます。でプロスピースチャンピオンシップの中国四国大会が、今週の土曜日に始まりますので、優勝者予想しておきましょう。でさらにこれが大きいですね。特訓成功率 1.5 倍キャンペーンが実施中ということで、今イベントとかで選手経験値 1.8 倍とかになってると思うんですが、それでもレベルマックスになった A ランクを特訓で食わせるために育ててたと思うんですが、これが 1.5 倍になりますので、なるべくこの期間選手の育成を進めてみてください。私は育てられるやつがあんまりいなくなってきてるので、どうしようかなと悩んでおります。で、まずは OB 第5弾の12選手見ていきましょう。はい、1人目はオリックスの石井さんですね。いやー、オリックスまたアーティストで、ファーストの守備 C60、 まあまあまあかなっていう印象ですかね。でアーティスト選球眼界チャンス、まあ強い、広角持ってないけどまあまあ強いのかな。まあミーと79で B なんですが、称号でミパ同値 AA 同値が狙えるっていった選手ですね。まああれば欲しいかな。でもバースいるからって感じかな。次ソフトバンク佐々木誠、ライドラのミート A パワー B 走力 A のミソ同値 A 同値ですね。で外野全部73の B で補給 B スローイング B 肩 B、 いやー強い。で超ライドラチャンスメーカー回初級、最近ライドラがかなり評価があるんであってもいいかな。外野の選手でそこまで守備能力値高くない選手がしかいないっていう人はあってもいいのかなっていう感じですね。次西武石井さんで、先発で制球 A で、まあ、これ同値は狙えないけど、ストレート、スライダー、シュート、パーム、このパームがねフォークと違っていやらしい変化するんで、でコントロール、タイピン近いキレ、このね特能めっちゃ強い。で特能出た時にこのパームがどんだけいくのか、スライダー、シュート、ストレート、もうちょっと球種欲しかったけど多分使えるとは思いますね。で限界突破すれば抑えでも使えるっていうような形です。はい、楽天山崎武史、あの YouTuber さんがよく言う武史さんってやつですね。で楽天で久しぶりの登場と、弾道アーティストパワー83の A、 まあ強い。でも守備がね、守備能力値が低いの、裏捨てが低いからもう代打要員かなっていう感じですね。補給 D のスローイング F 肩 E、 守備能力値きつい。でアーチスト存在感連発、だからまあ本当はねリアタイとかで使うんだったら1番とか2番とかに置きたいような特能なんですが、まあ DH もしくは代打枠っていう感じですかね。次ロッテ小林さんと、9位 80A 制球 85A えぐい。で抑えなんでスタミナはちょっと低めの56と、でストレート、カットボール、高速シュート、縦スラ、存在感、切れ替え、コントロール、タイピンは欲しかったけど、存在感、タイピン、コントロールだったらめちゃくちゃ強かったかな。まあ他の選手と比べるとちょっと見劣りしちゃうかなっていう感じですかね。次ファイターズヒチョリーです。ヒチョリーです。
能力値的には悪くはないけど、弾道が低弾道で、ミート総力の B 同値でパワーが61か、ここがかなり低いから、守備要員っていう形かな。守備で置いて打席が回ってきたら代打出すっていう形でしたね。で、流し打ちチャンス走塁と。ヒチョリはキャラ的に好きなんで、ネタ枠としてだったら欲しいかな。ヤクルト古田敦也、もう言わずと知れた最強キャッチャーですね。キャッチャーで守備 A、 弾道が高弾道、ミート80のパワー78と、おかしいで、特殊積めばキャッチャー適正 S になるんでかなりいいと。で、捕球78、スローイング85、肩が94の S、 もうバケモン。古田はね、結構狙いの選手の一人っていう形ですね。前にも OB で出たけど、その時は当たんなかったんで、今回当たってくれたら嬉しい。ベイスターズが山下、まあでもこれな、やっぱり他のアーティスト満載のメンツと比べるとちょっと見劣りするかなっていう感じですかね。で、阪神が伊藤で、中継ぎで9位76、制球72、スタミナ61と。で、ストレート、スライダー、シュート、カーブ、シンカーで、超タイピン、切れ替え、安定感。難しい、すっごい難しい。まあでも使いこなせる自信はないですね。で、巨人吉村さんが高弾道なんだけど、特能でパワーヒッターがついてるんで、パワーヒッターになる感じですね。超広角ハイボールヒッターと。ミート、ミートパワー A 同値は狙えるっていうステータスですかね。で、広島が金本さんと、ライドラのミート A、 パワー 80A、 これがミパ同値狙える選手です。で、守備能力がちょっと、もうちょっと欲しかったかなっていう感じなんですが、チャンス、ライドラ回逆境と。ライドラのミートパワー A はもうチートなんで、いい角度で当たってくれればホームランって感じですね。で、ラスト中日が大島さん、こちらもアーティスト、久々中日でアーティストはなかなかいないんで、純正やってる方だったら欲しいんじゃないでしょうか。で、ミート79、パワーが82と、これもミパ同値狙える選手ですと。はい、というわけで今回ちょっと OB 第5弾の選手12選手紹介してきました。皆さんどの選手が欲しいでしょうか。回される方、回したい方はいると思うんですが、ちょっと考えた方がいいのかな、この時期としてはちょっと考えた方がいいのかなと思いますね。この前までベスト9タイトルホルダーが来てましたので、そちらの選手のスピリッツが4200だったんですね。で、今回の OB 第5弾も選手のスピリッツとしては4100なんで、で、あと1ヶ月ちょっと待てばグランドオープンで4300の選手、通常の選手で4300の選手が出てくるんで、ここ OB 第5弾ガチャ引く方あんまりいないんじゃないのかなと思いますね。多分このまま普通に行けば、サムライジャパンガチャも来て、サムライジャパンの方もスピリッツ4200ですので、この OB 第5弾ちょっと自分のエナジー、持ってるエナジーと相談しながら回すか回さないかの判断はした方がいいのかなと思っております。私は回しません。で、最後に今来てるイベント、プロスピ応援団について話していこうと思います。こちらが累計報酬が、累計入団希望人数、この応援団に入りたいっていう人が300人いったら、累計契約書もらえる形になってます。で、試合をこなしていって累計エールポイントっていうのを獲得できるんですが、これはもうランキングを走る方だけが気にするポイントになってます。で、この後ちょっと試合していこうと思うんですが、もう累計報酬だけでいいとか、ランキングも走る気ないよっていう方は、ここ見てもらえれば分かるように300試合こなせばいいだけですので、ちょっとやってみましょうか。試合をやろうとすると、まあ相手を選ぶんですが、もうこれは獲得エールが一番高いやつ、一番上を選びましょう。で、ここに2倍試合って書いてあるんですが、2倍試合を押すと消費スタミナが40なんですが、獲得エールポイントが2倍になっております。ただ今回、無課金美課金の方だったら、もうこれは一切やらなくていいです。もう300試合こなすだけ、これを2倍試合やったところで、獲得できる入団希望者は1人は変わらないので、もうなるべく少ない消費エナジー、消費
スタミナが少ない1試合ずつこなしていくことをおすすめします。無課金、微課金の方でランキングを走らない方っていうのはですね。じゃあちょっと試合していきましょう。はい、というふうに試合をこなしますと獲得エールポイントが獲得できまして、でこの後に入団希望者っていうのが来ますので、これでなるべくボーナスが高い希望者を入れると。さっき300試合すればいいって言ったんですが、嘘ですね。これは自操作しなかったら300試合になるのかな。自操作して活躍ポイントを獲得してって、なるべく1回こなす試合の中で入団数が多分3か3ぐらいになると思うんで、それを積み重ねていって300人達成するようにしましょう。最短で100試合でいけるのかな、そしたら、というような形です。今回まあね、ランキング報酬っていうのが S ランク OB 選択契約書っていうのが一番欲しい方、エナジーを使わないで欲しいっていう人がいると思うんですが、多分3万位までが、これがボーダーラインですね。こことここのボーダーライン、ここまでがだいぶ熾烈になってくると思いますね。正直何ポイントでここに入れるかなんて全然想像ができないんですが、多分ガチャ回す人は少ないと思うので、ここをめがけてのランキングバトルがまあ大変だと思いますね。まあ私はちょっとエナジー使う気がないんで、ここには参戦せず普通に累計報酬だけ獲得して動画として上げていこうと思います。ですので皆さん、今回のこのプロスピ応援団、自分のエナジーと今後来るであろう侍ジャパンガチャ、グランドオープンに向けて相談しながらランキング走るのかガチャ回すのか考えてみてください。今回 OB 第5弾の説明と、イベントで来てますプロスピ応援団の動画となりました。参考になった、良かったという方は高評価、一緒にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私の動画見てもらってる方、まだまだチャンネル登録してる方多くないんですが、ぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。